皆さん、おはようございます。今日も朝から一緒に頑張りましょう。レッツワークアウト。今回はたった3分間朝起きたらやるだけで痩せていく体を作っていきましょう。1種目目は手足をグーパーしていく種目です。1種目目はふくらはぎ、第二の心臓をストレッチしていきましょう。ここをストレッチしてあげることによって血流が良くなって代謝が上がっていきます。朝一は代謝が低くなっているので代謝を上げていきましょう。続いては左右交互に膝を抱え込んでいく動作です。この種目は太ももの裏側を伸ばしていくイメージで行っていきましょう。今回のトレーニングは寝た状態から徐々に起き上がっていく動作に移っていきます。ですので眠気を覚ます効果もあります。続いては肩を伸ばしていく動作です。腕を前に出し肩をしっかり伸ばすようなイメージで行いましょう。今回はストレッチ種目から徐々に筋トレ種目へ移っていきます。朝一の3分間だけ一緒に頑張っていきましょう。続いては腹筋を伸ばす動作に移っていきます。両手で地面を押して腹筋をぐーんと伸ばすようなイメージで行っていきましょう。この際に呼吸は止めずに深呼吸しながらゆっくりと行っていきましょう。続いては猫のポーズの動作です。この種目では背中を伸ばしたり縮めたり、これを意識して行いましょう。朝に体を動かすことによって代謝が上がり痩せやすい体になります。一緒に頑張ろう。続いてはプランクの動作に移ります。プランクで大切なポイントは自分が一本の棒になったかのように頭から足までまっすぐキープすることです。次の種目から立ち上がっていく動作になりますんで、しっかり目を覚まして頑張りましょう。続いては左右交互につま先をタッチしていく動作です。この種目で意識することは腰をひねり腹斜筋といわれる横腹を刺激していきましょう。腰をひねることによって腹斜筋がしっかりと収縮されると思います。つま先をタッチする際に息を吐き切ることによってより腹斜筋を刺激できますので、できる方は意識して頑張りましょう。ラストの種目はスクワットをしてパンチしていきましょう。これでラストです。ラストは足を動かして血流の循環を良くしていきましょう。血流の循環が良くなれば体が温まって代謝が上がっていきます。今回のは朝一のたった3分間の筋トレでしたが、継続していけば必ず痩せていくような体ができますんで、一緒に継続して頑張っていきましょう。残りも5秒です。3、2、1、お疲れ様でした。へい、お疲れ様でした。今回のメニューは寝た状態から立った状態へとつなげていくメニューでした。ですので朝の目覚まし効果としてもぜひ利用してみてください。今後も一緒に頑張るよという方はチャンネル登録高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。明日も頑張ろうね。筋トレ始めたいんだけど何から始めていいか分かんないんだよね。そんな悩みを解決するために公式 LINE 作りました。自分の悩んでいることを入力するだけでその人に合ったおすすめの筋トレを紹介するよ。本当だ、これを使えば筋トレのモチベーションも上がる。同じ悩みを持っている人は今すぐ LINE を追加してみてね。みんな一緒に頑張ろう。